風が収まってきたんでね、焚き火をしようかと、庭の薪ストーブで、焚き火の森林浴。今ね、ここにね、アクションカメラをつけてる。ちょっと同時にね、撮影をして、こっちのアクションカメラと、そっちのね、クロームブック。どんな感じでね、映るか。まあ、今日もね、コーヒー一杯のお湯を沸かすと。ただそれだけのために、どれほどの労力が必要なのか。ね。今日は朝じゃないんでね。だいぶ、まあ逆光なんだけど、だいぶ映るんじゃないかと思う。やってる感じがね。ヒロシみたいにね。なんかこうやってなんかおしゃれな火のつけ方をするんじゃなくて、もうライターでね、しぽっとつけちゃうという。で、新聞紙。これがね、一番、まあ、簡単なんでね。わあ、それでもまあ結構、風が、まあ、入れてあるのが葉っぱだけなんでね。葉っぱをとにかく、風で舞っちゃうんで中突っ込んであるんでね。あとは薪はね、こんな感じでね、さっき集めた薪。葉っぱだけパッと燃えて消えちゃうかな。いろいろ身につけてるとやっぱ邪魔くさいね。カメラをこうやってつけながらね、体につけて。クロームブックはね、ただ置いてあるだけなんでね。こういうのをちゃんとやっておかないとね、やっぱり火は消えてしまう。簡単にね、火が。つくわけじゃないと。三つ葉の種がないか確認して。まあ、細いね、燃えそうなやつをね、上に乗せて。小学生が帰ってきた。
枝が燃えてくれないことにはまたすぐ消えちゃうんでね。このマイクのね、ケーブルがやっぱり邪魔なのよね。前に垂れてきて。いい感じになってきたぞ。まだちょっと風があるな。家の中にいてね、おとなしくしてたら寒いんでね、こうやって火を焚いてね、体を動かしてれば寒くないと。薪がたまればどうしてもね、やっぱね、焚き火をしたくなる。すっきりさせたいという。今庭の木がね、まあ要するに庭屋さんが作った庭、まあ要するに苗木をね買ってきて、それをまあ植えたような、庭からね、森のような庭に変えようとしていると。まあどういうことかっていうと、このウバメガシもそうなんだけども、どんぐりを落としてね、あちこちにも地樹が生えてる。発芽してね、新しくどんぐりから、次のね、命が生まれてるわけで。まあ、そんな感じでどん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 ね、木を増やしていって。で、木を増やして、ね、まあ、剪定するの大変だろうとか、なるんだろうけども。まあ、バン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 剪定して、まあ、要するに枯れてもいいわけよね、もうね、木なんてね。森の木っていうのはそういうことね。要するに伐採して何かに使うために植えてあるわけだから。眺めるためだけじゃないからね。まあ、どん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 剪定して、薪にして、で、それで、その燃料にして、炊事をするというようなね、生活ができれば、まあ、いつ、まあ、年取っていくつまでできるか分からんけれども。まあ、そういうような循環になればね、光熱費がね、かなり浮くんじゃないかと。
こうやってまあやってれば暖房をつける必要もないしね。夏は夏でね、まあ、木が茂ればそれが日陰になってね、その中を通る風が、まあ、水蒸気も含んでね、結構涼しいと。庭がまあ木陰になって、なおかつ、その風が涼しくなると。まあ、天然のクーラーね、そんな風になるんじゃないかということを想定して、夏涼しく、で、冬はね、こうやってね、火を焚いて暖を取ると。そういう庭になればいいなと思ってね、やってるんだけどね。今日は北西の風だって言うんだけど、向こうに行っちゃってるな、煙が。だいぶ煙っていうか、風が巻いてる、巻いてるんだよね。風船かずら。一杯のね、コーヒーを飲むために、これだけのことをしなきゃいけないという。薪もね、さっき別の動画で見てもらえばね、どうやって集めたか。まあ、昨日ね、昨日この、敷き詰めてある中からね、まあ出して、で、今日それをここに集めて、で、今度はそれを炊いてお湯を沸かすと。庭もすっきりして、まあ、いい運動にもなって。で、最後にね、あったかいコーヒーを飲んで。こういうつるなんかもね、ほんと邪魔くさくてね、こうなんもう燃やすのが一番楽だよね。今つる植物もね、結構ね増えてきてね、やっぱりまあヘクソカズラもそうだけど、よくわかんない、名前がよくわかんないつるもね出てきて、あ、つる梅もどきもね生えてきたね。この緑なのは多分、犬ビワ？ハーブ王子がね、食べる犬ビワ。